やはらこんばんはというか、おはようございます。ラジオ料金にハマです。はい、現在11月6日土曜日の5時19分ですね。こんな時間です。はい、今日はうちの母起きてる間からでしたけれども、白い砂のアクアトップ18話、そして SAO の3話で、ヤクナルマグカップもの6話、2期ですね、6話で、今悠久な勇者であるの、大満開の章6話と全部アップロードされてね、この時間になりましたけれども、はい、うちの母は今日も休みなんで、これだけ今日やって寝ます。寝ますとかアップロードしたら寝ます。なんでも6時は4時半超えますね。はい、ということで180秒で君の耳を幸せにできるか4話ですね。これ D アニメストアでいきたいと思います。はい、自己紹介。僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり現在40歳芸歴15年目のマジシャン大道芸人パフォーマーをやってます。やればできる諦めないこれを伝えたくて会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃からイベントがなく事実上無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃめちゃ自粛してますが、そんな中アニメにハマりまして、約1年7ヶ月で500作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターガチで真剣にやってます。はい、そんな僕のリア、自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV、プロフィールなど全て説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、そして来年の9月にでっかい発表がありますんで、お楽しみに。ということで行きましょう。D アニメストアですね。君の耳を幸せにできるか4話です。いきます。3、2、1、スタート。さあ、今週はどんな音が聞けるのかな。ああ、もうええ音。姉妹が揃った。あれ、秋ミスないね。あれ、秋光ちゃんって、先生先生、結構ちゃんと友達になりたい。会話が続かねえな、しかし。ああ、ええ音。友達になって、おお。逆に。ああ、ええ音。これやばい。あ、ええ音、ええ音、ええ音。なんでやねん。
あれ、あけみずちゃん、声優さん誰だっけ？三上しょうりさんと三森すずこさんね。確か前回がね、月光ちゃんのお姉ちゃん、これね。先ほどね、アップしました、有給の勇者である大満開のショーの6話がもうかむちゃくちゃ今回胸くそ悪い胸くそ悪うつ展開で、もう結構これモヤモヤしてるのが一気にぶっ飛んだぜ。ほんまにね、炭酸のシュワシュワに氷入る音、このアニメに関してはマジでイヤホンとかヘッドホンで聞いた方が絶対いいんですけども、たまらん、最高や。でしかもその後に月光ちゃんじゃない、秋水ちゃんからの、シュワシュワシュワのささやき、それに返した月光ちゃんのシュワシュワシュワ、もうこっちも幸せや、もう幸せや、わしゃ幸せや。で最後にふー、おい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 、すいません、気持ち悪いおっさんで申し訳ありません。独身で12年間女性と触れ合ってないもんで、ははは。ね、今週も僕の両耳が幸せになりました。あと最後のね、秋水ちゃんの友達になってもらってね、料金はどう支払ったらいいですか、振り込みですかって、なんでやねん。確か2話やったかな。で秋水ちゃんがね、月光ちゃんと友達になりたいから ASMR を始めたっていうね、先週ね、普通に友達になりましたね。よかったね、明水ちゃん。さあ、ということで、これは来週もまた耳を幸せにしてもらいましょう。悠久の勇者であるの後に見ると、すごくちょうどいい、これは。はい、ということで、よかったら、180秒で君の耳を幸せにできるか、4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、現在エンタメ業界は死んでますんで、僕は月に仕事が1本あるかないかというね、状況を去年の2月から味わってますが、そんな中でアニメにハマって、3月27日ですね、去年、バイオレット・エヴァーガーデン10話のリアクション動画をアップしたことをきっかけにアニメリアクションを始めて1年8ヶ月目に入ってますが、残念ながら1年5ヶ月分のアニメリアクションの動画を削除してます。はい、YouTube はね、著作権で厳しくて警告を送ってきよるんですけども、いきなりこれが汚いのなんのやり方がね、何年も前の動画にいきなり警告を送ってくるんで防ぎようがないんですね。で僕は今2つ受けてるんで、あと1つ受けるとアカウントが停止になってしまいます。なので、1つは当然納得いってないんですけども、まあ、それによりウマ娘プリティダービーのリアクション全部消して、もう一つはカラオケ動画全部消して、実は去年も警告2個受けたことがあって、半年分のリアクション動画消してます。で、まあ、あと1回受けるとね、アカウント停止になるんで、僕は安全のために先月5日と6日、10月の5日と6日で生配信2日間使って、1246本337日分の動画を消しました。それまでね、まあ、再生数がずっと2桁で、もうほんましんどくてやめたくて、それでもやっていけばきっといいことあるやろうと信じて根性だけで続けてきた中でのこの大量削除で、完全にメンタルはいきました。やる気もなくなったんですけれども、まあ、こんな僕をね、応援してくださる方がおられますんで、そんな方々の言葉で僕は今立ち上がって根性を入れ直してですね、また一からやってます。で今はもうね、再生数2桁は変わらんのですが、もうあんま気にならなくなりまして、今はね、とにかく皆さんと一緒にこのアニメをね、共有して楽しめることが嬉しくて、今すんごいアニメを見るのが楽しくてしょうがないんです。これも皆さんのおかげです。いつもありがとうございます。はい、ということで、ね、これからも僕と一緒にアニメ見てやってください。よろしくお願いします。はい、最後に、僕は大道芸人、ホモ、これが本業ですので、せめてホームページだけでもいいです、 PV だけでもいいので、見てですね、大道芸に興味を持っていただければ最高です。よろしくお願いします。はい、以上、マジ大道芸人ホモでした。最後までどうもありがとうございました。はい、僕がいかに真剣にアニメリアクションをやってるかっていうのは、この時間まで起きてることです。母が寝てからじゃないとできないんでね、はい、もう今日も出るのは6時を余裕で回りますね。はい、ぜひ応援しちゃってください。